北海道大学附属図書館とは、札幌市北区北八条西五丁目に所在する北海道大学の附属図書館である。本記事では、北十七条西八丁目に所在する北図書館についても述べる。北海道大学附属図書館は、1876年の開学以来140年以上の歴史を有している。四つの基本理念、フロンティア精神。 国際性の関与、全人教育、実学の重視に基づき、人類の知的資産である、学術情報の集積、提供、発信を行い、未来に向けて、知の交流、創生の場として機能することをミッションとする。図書館の利用は、学外の人でも許可を得られれば閲覧、貸し出しを行うことができる。文系学部の講義旨、研究旨とは渡り、廊下で直結しており、 札幌駅方面から文系学部への玄関口、待合室としての機能も有している。旧札幌農学校図書館読書室、札幌農学校開校から4ヶ月ほど経った1876年12月に新設された書籍庫が独立の建物を有する図書館の起源であった。書籍の増加に伴い、修復と増築を重ね、大学が移転するまで、 札幌の学校図書室として機能していた。旧札幌の学校図書館読書室は、1902年3月に大学移転に伴い、札幌区北八条西六丁目に建設、T 字型の読書室とその奥にある、レンガ作りの書庫で構成されていた。書庫は、火事が起こっても書物が燃えることのないよう、不可燃性であった。この建物は1965年に、 現中央図書館ができるまでの約60年の間、全学の中央図書館として機能していた。その後は1986年に農学部図書室が竣工されるまで農学部図書室として利用された。現在は南側の建物が北海道大学出版会によって使用されている。北海道のみならず、北、太平洋及び北ユーラシアに及ぶ地域に関する、 包括的コレクションとして知られる、北方関係資料、内村肝三、二戸ベイナ宮部金吾などの札幌農学校出身の個人文庫、札幌農学校の蔵書を引き継ぐ、札幌農学校文庫などがある。2019年3月18日に所蔵資料、野縁コロアイヌ文書カラフトナヨロ総おめ文書の名称で、国の重要文化財に指定することについて、 文部科学大臣に答申され、同年7月23日に指定されている。また、宮沢レーン事件で知られるハロルドレーンの個人文庫については、北図書館で閲覧コーナーが常設されている。付属図書館公式キャラクターとして、ほのかと、うららがいる。双子のエゾリスで、1996年に、北海道大学キャンパス環境改善計画で、 校内に放たれた7匹のエゾリスの子孫という設定である。2匹のお腹には、北海道ユニバーシティのイニシャルである、H と U の文字がそれぞれ描かれ、ほのかはしっかりもので、右胸に円礼装のブローチをつけ、うららはうっかりもので、右胸にくるみとどんぐりのポシェットをつけている。1963年11月に、教養部内に付属図書館の文室が設置されたのを、 はじめに北図書館の歴史が始まる。1969年に教養文館として建物が独立した。1977年7月に教養文館の建物を増築工事が行われた。1995年4月に名称を教養文館から北文館に変更し、さらに2009年8月に北文館を北図書館に改称し北文館長の役職も、 北図書館長となった。2015年2月に北図書館の新営工事の建設が完了し、同年4月にオープン。ありがとうございます。